第二次岸田再改造内閣が発足した初入閣は11人女性閣僚5位最多タながら目玉がなくて地味すぎるとも言われているそんな内閣改造だが政治ジャーナリストの青山和弘氏は国民不在だが完成度という点では80点と高得点をつける 岸田文雄総理の政権基盤を安定させるという目的ではさすが人事をやりたかった総理だなとプロっぽい人事だがこれで支持率上がると思うなよといった人事でもある青山氏の解説によると岸田政権は岸田総理麻生太郎副総裁茂木敏光幹事長の三党政治で動いているが 岸田派は所属議員46人で党内基盤が弱い最大派閥安倍派99人は安倍晋三元総理の亡き後、と集団指導体制となっているため強い影響力を持つ森喜朗元総理の意向を聞けばよいとされる麻生太郎副総裁の意思を組めば第2派閥の麻生派55人も抑えられる 模擬派、54人の茂木敏光幹事長はポスト岸田への野心を見せているしかし岸田総理は今回茂木派の小渕優子氏を自民党の党四役である選挙対策委員長に登用したもともと茂木派は小渕慶三元総理派でありその娘である小渕氏を引き上げることで茂木氏の出馬をけん制できる また小渕氏の厚遇を求めていた森氏を立てれば安倍派も抑えられる茂木氏が総裁選出馬となれば3党政治が崩れ権力構造が変わる可能性があるため麻生氏は茂木氏をけん制する立場だ麻生氏を抑えれば麻生派の河野太郎デジタル大臣も抑えられる小渕氏が党四役へ入ったことで 岸田総理の盟友でもある遠藤俊明氏谷垣派は党総務会長を退いたしかし同じく谷垣派山形選出で遠藤氏と共通点のある加藤鮎子氏が子ども政策担当大臣として初入閣した玉突きをいろいろ考えてばっちり第一派閥安倍派第2派閥麻生派第3派閥模擬派を抑える 第4派閥の岸田派もナンバー2の林芳正さんが外務大臣で政府に入っているから派閥を抑える人がいなくなった派閥に戻ってくれと外務大臣から外して同じく岸田派の上川陽志氏を後任にすることで女性閣僚も1人増えるではなぜ100点ではないのかと問われ青山氏は第5派閥以降はほぼ干し上げてしまったと語る 2回俊博元幹事長がトップの二階派41人や菅義偉前総理らの無派閥36人の不満は高まっているようだ特に岸田氏と菅氏の関係は最悪だという菅さんは岸田さんを全く評価していない岸田さんはそれを分かっているたまに会って意見は聞くがご飯を食べることはない 議員会館でちょっと話すだけで、心は許し合ってはいない。今回の内閣改造が、衆議院解散につながるのか。青山氏は、なぜ自民党総裁選で勝てる人事をしたのかというと、解散できそうもないな、という雰囲気があったから、と分析する。岸田総理は今年6月にも解散を見送っている。 解散してて、選挙で勝って俺は民意を得た総理だ、と言って自民党総裁選を乗り切るのが基本戦略だったがこの支持率では解散できないかもしれないじゃあ総裁選を解散なしで乗り切る体制を組もうと今回の人事をしたそのため青山氏は解散の可能性は下がっていると見るが菅氏や二階氏の動向や支持率によっては かつての菅氏のように引きずり下ろされる可能性があるとも指摘する考えられるタイミングはいくつかあるが10月中旬に招集されると見られるの臨時国会冒頭では経済対策くらい打ち出さないと支持率が上がらないという見方を示した11月に提出成立する補正予算で国民に雨をばらまいてその後に解散という可能性がある ただ岸田政権は支持率が悪く、改造でも上がらなかった。勝てない選挙をやってもしょうがないので、ここを見送ると年明けになる。以下はネチズンのコメントをまとめたものです。保険料だって所得税や消費税だってなくせとまでは思わない。ただし、正しいお金の使い方ができてることが大前提であって、何度も起こる不正や不祥事に対しては厳正に処罰する。 この当たり前の考え方を持った内閣であり政治家でなければ何のための国民の代表なのか人事を考えるのならうちわの顔色をうかがうのでなく国民の意見を通すための強い意志を持って職務を遂行いただきたい。 ともかく国会招集の直後冒頭解散だけは絶対にあってはならない安倍政権下では長期間国会を開かずやっと招集されたと思ったら即解散こんな劣化した解散権の私物化は暴挙と言ってもよかったしっかり懸案事項を与野党真剣に討議協議しもし論点が分かれ折り合いがつかなければその対立点を持って解散はいいが 首相の身勝手な判断で解散をもてあそぶことは民主主義ではない野党も大臣いじめとしか見えないような追及は控えて自らの価値観からの国家像政治観をもとに政策を軸として議論を重ねるべきだ最近の ABEMA 関連のニュースの偏りがすごい最初は一応独立系らしくテレビではいけないことを自由に言えるメディアかと思ったけど そのの自由がある種の方向性を向き出したと思うたまにかいま見るとその場の空気が怖いよな内閣改造が80点ならば支持率もそれなりに上がっているはずですが上がらないということは国民の評価は積点以下となります総理が保身のための内閣改造を誰が評価しますかねもっと国民の方を見て政治をしていただきたいですね たとえ総理大臣であっても派閥とその長老に気を使いながらの職務遂行本来国会議員というのは国と国民のために仕事をやるべきものであり派閥や長老の存在はまともな政治をやるにあたっては弊害にしかならないもっと日本の政治を良くするためには派閥解消をする必要があるこの政治ジャーナリストも忖度評価だね ジャーナリストの資質を疑ってしまうもっと政治が国民にどれだけ影響しているかを検証してほしい要職に世襲議員が多く派閥ありきで昭和の政治手法のまま長期政権で君臨する独裁的な自民党には脳を突きつけたいこの悪代官的政党がいつまでも国の行く末を担うのは断固反対。 自民党以外の野党各党はまとまりなく頼りない部分が多いのも確かだが庶民的感性は間違いなく世襲議員が占める自民党よりはあるでしょう過去の民主党政権の失態ばかりを引き合いに出しいつまでも自民党依存では先を読む柔軟な思考で国の舵取りを期待することなんてまず無理 次の総選挙では今の地に落ちた自民党よりはまだマシだと思う野党が過半数を取り国民の厳しい目の中で政権運営を任せてみたい気持ちの方がはるかに強い80点評価できるのは上川外務大臣とセキュリティクリアランス担当で留任した高市大臣しかいないぞコロナ禍不倫の字見花子 不倫疑惑の土屋信子、資金流用疑惑の加藤あゆ子がいても80ともって、この3人は内閣の一員と見られていないのか。